かなり広いですね。かなり広い道の駅ですよ。だってあそこですもん、急速充電器こう行って、でこっち側が川になってるんですよ。で春になると桜が全部植えてあってめっちゃいいらしいですよ。あ、すごい、車中泊禁止って書いてある。仮眠はどうなんだろう。アイドリング禁止、アイドリングしないんでね、 EV はどうなんだろう。ダメだって言われるのかな。来ましたね、静岡県のこれ伊豆で、今ここですよ。ここ結構来たでしょ。新宿からここまで200キロぐらい。なんかすごいな、何この活気。肉はもちろん売ってるんですけど、ジビエも売ってるし、まあ、道の駅ってなぜかシフォンをよく売ってるな。なんかどっかで見たぞこの品揃え。牛乳もあって、あ、牛乳飲みたいな。で魚ですよ、魚。あ、すごい、魚の燻製だって。このまま食えるんだ。サーマン2本で100円なら安くないですか。いいっすね。あ、これ試食があるぞ。あ、やばい、めっちゃスモーキー、めっちゃうまい、これめっちゃうまいよ。やばい、これはうまい。もう一個もらっていいですか。もう一個いただいていいですか。ゲロうまい。サバ200円、安い、でかい。これ地物のイカですね、下田さん。いいですね、ここら辺も売ってんだ。あ、安いよ、これ安いよ、いいよ。メジナ、メジ800円でしょ。これでハギで生け締めで1000円じゃないですか。いいぞいいぞ、買おうかな。これ干物も安いですね。ここ全体的に安いっすよ。変なお土産物コーナーよりも全然安いわ。ここいいっすね。なんか多分地元の人のスーパーにもなってると思うんで、なんかぼったくり価格じゃない、めっちゃいい。こうトイレもめっちゃ綺麗ですね。いいっすよ、いいっすね、いいっすね。ここいいな、気に入りましたね。充電のスピードが遅いのがちょっとネックなんですけど、魚も安いし肉も安いし、ここでなんかいろいろ買ってどっかバーベキューできそうな、野外で料理できそうなところがあればもうそこで何日でも暮らしていけるな。へー、じゃあここら辺の海のあたりで遊べるところを探します。やばいです、残念なお知らせです。雨が降ってまいりました。でまさかと思って天気予報調べてみたら、これからはちゃめちゃ雨が降るらしいです。なんでまあ充電したらアウトドアできないんで、どうしようかな、帰ろうかな。まあそれでもいいんですけどね、ガソリン代は全然かかってないですし、旅放題すらも使ってないし、そうしよっかな。だから EV こういうのが気楽でいいっすよね。でまた来りゃいいんですからね。道はもう筋道ついたんで、と言ってる間にめっちゃ降ってきたな、これ雨。来た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 、これ。というわけで帰ります。続報です。まだ道の駅下鴨なんですけど、これ見てください。これおかわりしてないんですけど、80% で終わるからいいやと思って車の中でなんか今まで撮ったビデオとか見てたら、気がついたら 92% まで行ってますね。あれでもあそこの看板には 80% 付近で自動的に終了するって書いてあるんですけど、してないな、こりゃ。なんか、全体の、こう、みんなが幸せになるのは、多分 80% で充電を切ることだと思うんですよ。でも、日コンでもしかしたら設定ができなかったりすんのかな？うん、どうだろう。で、これやっちゃうと、こう、遅い、10キロワットぐらいでしか充電できてないにもかかわらず、居座るじゃないですか。で、後ろの人が来たら、僕はどきますよ。僕はどきますけど、そういうの知らない人とかっているじゃないですか。EV 買ったばっかりの人とか。家に充電器がなかったりとか、で、あとここら辺で長く遊ぼうと思ってギリギリまでやりたいみたいな。で、しかもこれおかわりじゃないんですよ。1回目でずっと継続で30分超えてやっちゃうんで、どかないみたいなインセンティブ働きがちなんですけど、これはもう、どきましょう。次の人が来たら、ここを末永くみんなで幸せに使うために、と僕は提言したいと思います。現場からは以上です。